あなんで当たった。いいぞいいぞいいぞ。このま、いやーマジで言ってんのお前。ラブロス行ってみるか。あの魔王のやつ。あコラボ系は絶対なんか強い気がするんだよな。じゃあこの魔王、カタズノの魔王ってやつ。隠れの動物。戦ってみたが、返り討ちにあって動けない。奴を倒してある治療薬を作るためにも、勇気ある者は奴を倒すため、名乗りを上げてくれるべ。動けないのに依頼は出せるんだな。じゃあ行きましょうか。ディアブロス。貴殿には期待している、頑張ってくるがよい。クロディア2頭の方が個人的にはきついんですけどね。単体ディアブロスは単、やった卑怯だ。単体は単体でね、もっとやばいと思うから。いいぞ卑怯。卑怯だな。卑怯だからな。グレート壊れるの早くない？私が激うまギャグ言ったせいで壊れるの早くない？こんなしょぼいアイテムしか出ない。ここは？オッケー。今日は卑怯だなーって。ゴッドガブト？生産アイテム。ポイントが高い生産アイテムです。ポイントが高い生産アイテムですっつ。お、なんか探してる。これは？落とし物の傘。好き。ハイリキーの種。マンドーラゴラ。マンドーラゴラはちょっと欲しいな。落とし物の傘めっちゃ取れるじゃん。何パーなのこれ。いくら卑怯でも落とし物の傘確率低いでしょ。俺もうなんか探せるな。よいしょ、これ以上持てません。じゃ行きましょうか。おほほ、ここに繋がってるんだ。あー、そこ。しばらく出続けるけど、数十秒でね、もう、十数秒ぐらいだよね、あいつ潜っちゃうの。ああ、びっくりした。よし。さあ、角。角を狙うぜ。はい、弾かれます。はい、弾かれる。はい、弾かれる。はあ！お前ふざけんな、バカ。何撮ってんねん。ディアブロスさん。あれ？なんかお前。なんか角折れてね。なんか角折れてね、こいつ。ほら、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 ほら。なんで角折れてんの、こいつ。片角だから？なんか、説明文に書いてあったから？なんか片角のなんちゃって書いてあったんですけど。それのせいってこと？全然さ、当たりゃせん。言うて、ちょっと角をへし折りたいな。高台あるしな。おー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 おおお。浮くのが早いはず。でかいよ、こいつ。でかい、でかくない？こいつ。頭当てたいんだけど。ほっほっ。リロードする。地道にやるしかないもん。倒せるかわかんないけど、地道にやるしかない。さあ、方向はやめてくれ。危ねえ。おっと、これ閃光溶けちゃった？うわあ、毒にはなってるけど。怖えー、マジで。あ、潜った。この2段階うわ、マジで2段階で角度調整してくんのクソぜ、マジで。なんなん、ほんとに。かくんかくんじゃないんだよ、ほんとに。なんで当たった。なんで当たったんだよ。
もう、ほんとにこいつ、後ろから出てきたでしょ。あー、へこむわ、この強さ。ちょっと互角、試しにだけどさ。試すだけ試すか。潜られるとだるいんだけどな。あー、やっぱ潜るよね。すぐ潜りますからね、こいつ。捕獲も大変じゃないこれ。うわ、時間稼ぎだ、こういう時に限って。ああ。時間かけすぎー。ああホットドリンクを持った競争薬もある。で、こんがり肉もあると。で、瓶も持った閃光玉。閃光玉が鍵を握るから、もう閃光玉投げまくって、攻撃チャンスを生み続けて、戦うしかない。いやー、潜っちゃうか。おっしょしょしょし。オッケー。さーて、忙しいゲームが始まりますね、これでまた。極力、ローリング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 して。オッケー。二段階の移動をどう対処するかだな。多分ね、ローリングで避けれると思うんですよね。毒を付与していく。ひたすら毒。パッ！よし。刺さるかな、これ。あー？クソ野郎だな、ほんとに、こいつ。ほんとガレオス嫌いだわ。よっ！あー、当たらんか。やべ、よーし、オッケー。いいぞいいぞいいぞ。このま、いやー、マジで言ってんのお前、うますぎだろ今の。どういう狙い方しとんねん。どんだけこっち来てんの。毒にならんか。いて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 、いやー、えぐー、この攻撃頻度。毒にならず。あ、なったなったなった、毒になった毒になった。危ねー、ギリギリか。え、先回りしてきた、怖すぎる。これはもうね、閃光玉を使わせてください。はぁ、あ、マジでなんで当たんねえの。というか遠距離武器になった途端お前マジで突進多くね、急に突進多くね。頭頭、この忌まいなし角は降りたい。いいぞいいぞ。おおほほほ、なんか飛んできた。怖いわその飛んでくんの。 DPS 命、強走行は切れた。まあいい、とりあえずいい、焦らず飲まなくていい。でこいつが潜ったらとりあえず走って逃げるの。あぶねえ。いいぞ。
なんだそのムーブは。またそれお前。止まんね。よし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 。いや、怒り状態の移行が早い。やっぱ弓しか勝たんわ、ほんとに。これも命がけなんだけどね。あ、移動してた。オッケー。いやー、マジでいきなりこう、来ちゃうよねー。こっち振り向いた瞬間に投げます。怖潜るよね、そりゃ。私だって今も多分潜る選択してると思うわ。私がディアブロスでもその潜る選択してるわ、多分。なんでそっち向いた？なんで潜った？よし。ほら。とりあえず角は降りたいね。いいぞいいぞいいぞ。いいぞいいぞ。はい、オッケー。あとはお腹あたりだな。攻撃頻度が命だからもう。とりあえずあの細かく狙わなくていいから攻撃を重ねていく。どれだけ攻撃ができる。いやもう強い強い。もうそれは強い。こっち向いた瞬間に投げる。よし。よし、尻尾の方を回ろうかな。いいぞ、蛍爆弾。あの、足元というかの、あの、裏っ側だよね。尻尾の裏っ側。いいぞ。でもその反対側に当たってもね、ちょっとあんまり良くないんだよな。オッケー。ああ、出てくるの遅いパターンだ。移動か？移動じゃないし。誰もいないそこ。潜るし。おっ！いいぞ。いいぞいいぞ。武器しまう余裕はあるはず。走って逃げる。これ間に合え。オッケー。閃光玉が間に合えばよろしい。はい、怒り状態。怒り状態はできるだけ閃光玉状態をキープしたい。大暴れしてる。お前のその尻尾攻撃微妙に動くんだな。ずっと尻尾をやってんだけど。はっ。でこうして潜るか。あ、潜ったなら潜ったでいい。そしたらもうダッシュで逃げるから。しっぽ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 。なんでだよ。やっべ、早すぎた。しっぽやれや、お前。オッケー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 。もうひたすら追いかけてくる、この魚みたいなの。本当に魚なんかな、こいつ。ガレオスってガリオスだ、ガリオスだ。あー、すごい来た。よいしょ。いいぞいいぞ。さすがに耐性できてんすかね。次の怒り状態までちょっと耐久するか。ほっ。うわー、もう目の前来てるわ。ちょくちょくダメージを与えておきたい。あー、ちょっと離れすぎだな、これは。これはちょっと武器しまって。さあ来い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 。はい、来た。
いいぞいいぞ。ひたすら尻尾のあたり。まあ、ちょくちょく足に吸われてるけど、もうしょうがないもん。しょうがない。しょうがない。あー、時間がかかっております。出てくるまで時間がかかっている。もうなんか20分くらい戦ってる気でいたんだけど、まだ5分しか経っていない。エリア移動。さすが弓さん。比較的安全に攻撃を続けられている。競争力ちょっと重ね掛けして、よし。いいぞ。あー、くそ!お前マジで上手すぎだろ!行動の選択が。ナイス!ダイクナイス。的確にあの尻尾飛ばしてくる。怖い。当たらん距離いるつもりでも気づいたら近づいてるから気をつけんといかん。やっべ。おほう。いいぞ。ダッシュだったら大丈夫。ちょっと離れすぎてるとね、問題なんで、ちょっとあの、武器しまうよ。おっ。おいしょ。いいぞ。とりあえず攻撃旋回。とりあえず攻撃旋回。いいぞ、ひるんでいる。その調子、その調子。ちょっとそれはね、離れると怖いんだよな。離れると怖い。結構早めかな?早めに出てくる。なんでこれ当たんないの?マジで出てきた直後って先行弾当たんねえのこれ。ダメなのかな。もう振り向いたところを投げて狙うしかないよ、ここで。ここら辺でもう邪魔だわ、マジで。さあ、とりあえず。このイライラの募る感じはやばいな、まあ。本当に。本当にガレオス嫌いだから。もう、マジでさあ。てめえは本当によ。ピンポイントに飛んできたりすんな、本当に。何考えてんの、こいつ。で、これ武器しまう。あぶねえ。ここはもう冷静な判断で。とりあえず頭いくか。攻撃することが第一。ここで。ガレオス怖え。もうマジでこれタイミング最悪だよ。こんなに出てこないと思わなかった。よかった、移動してった。これは多分下の方だな。よし。先行弾で止めます。いいぞ。当たんのそれ。もうマジで積極的すぎ。あぶねえ。あー、最悪、それは、本当に。クソすぎるでしょ、それ。的確、あ、てか、飛躍がねえ。飛躍がねえわ。あの、しょうがない、もう。死なずに倒せばいい。もう!マジで、キモすぎだろ、本当に!なんで当たってないんでしょうね。もう謎すぎるよ。なんで当たんないんでしょうね、本当に。
止まってくんない？そしたらこう投げるから。OK。まあ。切り替えが大事。切り替えていこう。めちゃくちゃ切り替えていこう。ふう。さあ、またこの、頭狙いで。いいぞ、爆弾。爆弾もいいぞ。爆弾も順調にいいぞ。当たんないか。さあ、先行玉が残り1個なんでね、ちょっと怒り状態の時に当てたいですね。いやー、マジで？よし。倒したでしょ？倒してないんかい。おー、こい。潜った時はもう武器しまうしかないな。怖いもんな。これは当たんない。避けれないかも、これ。危ねえ。よし、いいぞ。もう、この視点が、こっち側も動いちゃう。滑ってくな、マジで。強速は切れるけど、まあ、いい。滑ってかないで。本当に滑ってかないで、本当に。本当は攻撃頻度激減するから、やめてほしい。お願いしちゃうもん、ディアブロスさんに。滑らないで。お願いしたいわ、本当に。お慈悲ください。もう、マジで。滑らないでって言ったら滑りまくりだ。てめえはよ。あー、これは。まあ、怒り状態じゃないから、大丈夫。お祈りではない。あー、助けてくれた。さすがアーノルド。いいぞ、アーノルド。この腹狙い。怖えな。おお、ひるませる。武器しまっとくか。さあ、来い。大丈夫。爆弾でドーン。うー、尻尾狙い切るんだ。これダッシュで逃げる。よし、なんとか安定してきてるよ。ダッシュ。はい、時間かかるやつ。ってことはこれ移動する可能性もあるな。ペイント消えちゃったよ。あー。こっち行ったよー。ここかい。とりあえず小型処理しよう。おお、すぐ出てくる。なんか怒り状態になってません？だ、先行玉、ちょっと、投げとくか。なんでだよ！あー、クソうぜー。じゃあもうこれは上行きます。先行玉当たらんかったか。なんかもう高台に登ってんの怖いんだけどね、このゲームで。何されっか分かんねえしな。ほら、やっぱ、ランゴスターすげえ勢いで攻撃してくるよね、上のボルト。まあ、いい。方向対策だから、これも。何回方向すんの？
この方向っぷりやばいでしょ。ちょ、近くにいると当たりそう。それでもまだ25分とかかかっちゃうよね。結構順調に攻撃はできてると思うんで、体力自体削れてると思うんですけど。怖え、ここ。あー、まあいい。怒り状態じゃないから大丈夫。怒り状態ではないから大丈夫。あー、怖っ。いいぞ。突進しなくなったなぁ。ここで時間稼ぎ？あー、いなくなったー。どっち行った、これ。よし。もうね、閃光玉ないんでね。当たる。狙い方バッチリじゃなかった今。おお、怖い。ちダッシュで逃げます。おーしょー。こういう逃げ方するからスタミナの管理気をつけてないと。マジで被弾しかねない。スタミナ切れで、スタミナ切れで死んだからな一回。これは逃げれない。おお、なんかすげえ動かされた。あれよ、その体力高いから。近寄ってきたら走って逃げよう。もう なんでだよ、ほんとに。逃げた先飛んでくるのほんとキモすぎる。いいぞ。これはローリングで逃げる。ちょっと早めのローリングが逃げるときちょうどいい。おっ、にしてはまだ瀕死にはならんか。いけるか。滑ってかないで。うわー、怖すっげ。よし。もう黙っちゃうわ、マジで。緊張のあまり。緊張のあまり無言になるんだけど。おほほほほ。二段階で近づかれても大丈夫。いや、なんか出てきてるし。いらない、いらない、いらない。怖えな。その突進なら大丈夫。避けれるからね。それは避けれるんで。もう走って逃げる。これは早めのローリング。ちょっと距離取られてんな。怖い怖い怖い。距離取られてるとローリングで逃げきれないからな。もうバカじゃないの？ほんとすごいいいタイミングで突っ込んでくるな。あいつが潜った直後とかさ。起き上がりで被弾する確率高いんだから。そしてまた行ったな、そっちに。移動が増えてきたよ。まあ、でもこれ、繰り返してれば、時間ギリギリぐらいで瀕死にならないかな。よし。こっち来ますね。ほら、怒り状態にすらならねえし。こんな状態でいったらクロディア倒すのもほんとしんどすぎてやばいだろう。クロディアがやばいわ。クロディアが、クロディア2頭倒させるんだよね。あのクエスト正気とは思えないんだけど。何の武器でいけばいいんだろうな。
体験とかさ、そっちの方がいいのかな。おっと、これはあれかな、怒り状態にはなったけど。あぶねー、武器しまっとくか。遠くない？飛び出し攻撃で多分これワンパンな気がすんだよな。多分ワンパンになっちゃうよね、この防御力とさ、攻撃力の高さで。突進も結構危ないよね。やーべ、お祈り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 、後ろ向いてるから大丈夫だと願いたい。あー、2回連続打ち勝ったわ、マジでよかった。とりあえず耐久で逃げながら、あ、ゆっくりになったよ。まだでも瀕死ではなさそうだな。瀕死ではなさそうなんだよな。瀕死だったら一撃でさ、怒り状態になるはずだから、その時が捕獲チャンスなんだけど、捕獲失敗したくねえ。よし、いいぞ。とりあえず、腹。振り向きが早い。なんか怪しい音聞こえる。飛び出してくる。音爆弾と同じ効果。でも決して相手はしない。そんな余裕がない。可能ならもうディアブロスにしか攻撃したくない。お前どこまで行くの？誰もいないってそこ。向かうの大変だって。もう向かうの大変だってそれ。で、潜るのかお前。さすがに潜りはしなかったけど。いいぞ。怖いねこれ。よいしょー。結構攻撃頻度は高い方だと思うんですけどね、一回一回のダメージが少ないんでしょうかね。強化する必要はやっぱりあるよね。武器強化しとけばよかったかなと思ったけど、もう怪武器でもいけるとこまでは行くっていうことを言いましたからね。この武器でいけるんだったら俺は行ってやるぞ、この魔王を。これ特殊個体なんすかね、やけに強えもんな。はい、怒り状態、怖いねこれ。怖いよ、この状態。マジで怖いよ。超怖いんですけど。スタミナ回復しよう。滑ってった時は武器しまう。怖え。よかった、救われた。これ動画あった2段階じゃなくて、2段階だったらちょっと終わってたかもしれないやつ。どこまで行くんだ。お願いだから、その滑ってくのやめて、止まって。
すげえめんどくせえこれ。まずいかな。 OK。 まだすげえ長期戦なんですけど。怒り状態だ。ワンちゃん弱ってるこれ。やーぶねえ。あーマジで。どうこれ。瀕死、割と瀕死の可能性。怒り状態次溶けてからじゃないとちょっと分かんないわ、さすがに。いや、うん、なんだ、移動してた。なんでここでさ、ペイント切れますの。いますね。ただ怒り状態は溶けてるから、ちょっと攻撃してみようか。飛んでくる。いいぞ。構わへんぞ。怒り状態ならず。ってことはまだ瀕死じゃないんでは？怒り状態にならない。やっちゃったかもしれんと思ったけど大丈夫。怒り状態になる。何発か当たったな、今でも。マジで？このタイミングが非常にまずいよ。よーし、よかった。死んでまう。なんか向こう行っちゃった。アーノルドさんに攻撃行った。あいつマジスタンしてる味方とかさ、的確に向かっていくな、ほんと。おお、戻る。俺はもう飛び込んで逃げるしかない。いいぞ、止まるでしょ。止まらねえのか、お前。止まってくれ。ここは止まってくれないと困る。ああ、怖え。はい、一発で瀕死、瀕死じゃねえ。怒り状態にならない。弱ってないんかなこれ。というか、マジで長期戦だな。来た。なんなんだよ、本当に。クソ邪魔。マジでクソ邪魔。おほほ。逃げます。移動してた。隣かこれと思いきやじゃん。はあ。なにこれ。事故じゃん、ただの、そんなの。クソすぎ。飛躍ねえんだよ、ほんとに。しかもあれ、尻尾でワンパンなの、怒り状態の時。ああ、クソすぎ。エネポス上がってこい。怒り状態じゃないな。来た。
はい、3発なんだよな、まだ。怒り状態へのエコーが。ワンチャンさ、捕獲チャンスでもあるかもわからんけどさ。結構上の方飛んでくるな、あの尻尾。あれも多分ワンパンだよね。嘘だろ、嘘だろ、嘘だろ。危ねえ。ちょ、お前、邪魔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 。結構あの尻尾上向いてくるな。お、これ瀕死だろ。瀕死なんだけどさ、設置タイミング全くわからんわ。これは瀕死の可能性高いよ。良きところで潜られると結構きつい。時間かけてくるな。また移動これ。また移動してった。え、ここじゃないの？砂漠の方か。砂漠だったら捕まえやすいけど、まだ。あんな角度で行く？そんな。ちょ、ここで見失うのクソだるいからやめて、ほんとに。よし。開幕ちょっとペイントだけつけさせてください。万が一逃げた時やばすぎる。押しかけて、知ってこい。潜るのかよ。かかんない？お願い、突進にして。かかる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 。よし、やったぞー。おえ、激さ、嬉しさよりも脱力感の方がすごい。なんなんこいつ、本当にクソ強いんですけど。いやー、マジあの、いやー、ノーデスでいけなかったの悔しいわ、本当に。クッソ悔しいんだけど。あの事故がなければ。悔やんでもしょうがないもん。次挑むことがあればやるわ。イエス。電撃 G チケットってありましたね、今。なんでねじれた角なんだろう。もう上質なねじれた角とか、ちょうだいよ。ああ、ちょっともう、トイレ我慢してるから、もう、ちょっとトイレ行ってくるわ。トイレ行ってきます。